ゴルフ歴は何年でしょう。ゴルフ歴、そうですね、20年ぐらいですかね。ベストスコアは。ベストスコア、今日72だったんで72にしてください。じゃあ今日のコンペの雰囲気いかがでしたか。最高です。なぜならばとても楽しい仲間に恵まれ、先輩方に楽しいトークとゴルフ談義をしながら非常に楽しい時間を過ごせました。やはりこういった初めて会った人とでも一緒に楽しく一日プレーできるところが素晴らしいところだと思います。ゴルフ歴は何年でしょう。まあ、30年以上やってますが、本格的にやりだしたのはここ3年ぐらいですね。どんなところにはまったと思いますか。うまくいかないとこですね。でたまにいいショットが出ちゃうからまたやりたくなっちゃうんですね。はい、改めて今ゴルフのどんなところに魅力感じてますか。ごくたまに出るドライバーのいい当たりですかね。そのためにやってるようなもんですか。ルーチンっていうのがあってですね、練習場で練習をしてパターをしてっていうのは心がけてやってますね。ですが全くいいスコアは出ませんけどね。これからのご自身のゴルフの目標を教えてください。なんとか今年は一度でも80台を出したいと思ってやってますが、まだまだ道半ばで先は長いなと感じてるところです。ゴルフ歴はね、35だから35年ぐらいですかね。これからのゴルフの目標を教えてください。まあできればエイジシュートっていうのは自分の年よりね低く回ればエイジシュートなんですけども、それ目指したいんだけど無理と分かってても目指したいってことです。はい。ゴルフをプレーするにあたって心がけてることってありますか。あります。まずマナーですよね。はい、それはゴルフに対してのマナーもありますけども、普段の、まあ、人間性のね、何ですか、癖がね、ゴルフのプレー、まあ、事故に厳しいゴルフスポーツなもんで、その性格のあれが出るもんでね、まあ、それぞれ人性格あるんだけども、そういうのがゴルフにお付き合いするとよく分かるスポーツですね、人間的にね。はい。今ゴルフにどんな魅力を感じてますか。そうですね、ゴルフはやっぱり自然の中でいい空気を吸いながら思いっきりストレス発散と、それと、あとお昼に美味しいもの食べたり、とやっぱり、ゴルフをしている間はその夢中でボールを追いかけて集中できて、いろんなことを忘れられて楽しめるってとこですかね。ゴルフをするようになってご自身に何か変化ってありましたか。そうだな、毎日が楽しく過ごせます。張り合いがありますか。ありますね。ご自身のこれからの目標、ゴルフの目標を教えてください。まあ、もう90を切ることですね。これからゴルフを始めようと思っている方にメッセージお願いします。もうゴルフは楽しいので、もうできるだけ年齢の高い人からは低い人までやってもらいたいと思います。